現地7月10日、ロサンゼルス・ドジャースはリーグ勝率トップの強豪フィラデルフィア・フィリーズと対戦し、3対4で接戦を落とし、惜敗した。1番・指名打者で先発出場した大谷翔平は5回に同点的自打を放つなど、4打数2安打1打点1盗塁と気を吐いたが、勝利に結びつかなかった。ナ・リーグ東地区首位を改装するフィリーズと、 西地区1位のドジャースとの3連戦はプレーオフ前哨戦とも呼び声が高い注目カードで、シチズンズ・バンク・パークは連日4万人を超える大観衆がスタンドを埋めている。しかも、今シーズンから大谷がロサンゼルス・エンジェルスからドジャースに新加入し、一気に注目度が爆上がり。異彩はここまで打率317、リーグ2位、28本塁打、同1位。 66打点、同3位、オプス1.037、同1位というハイスタッツを叩き出していることも追い風に、名門球団同士の3連戦は例年にないフィーバーぶりとなっている。そんな中、MLB 公式サイト、MLB.com が共有した主翼カットが大きな反響を呼んでいる。この日、 大谷は初回に1・2塁間を破る強烈な初球打ちで4試合連続安打をマークした。そして、1塁ベース上で大谷とフィリーズの主砲であるブライス・ハーパーが一緒に収まった場面を同公式が SNS に投稿。文面にオーラの定義とは、と書き始め、2度のリーグ MVP に輝いた2人。翔平大谷とブライス・ハーパーと記し、 背中だけでも圧倒的な存在感を放つ領有のオーラに感嘆した。この崇高なスーパースター2人のカットには日米ファンからため息が漏れ、レジェンド、この写真、最高だ、MVP ス、2人の伝説が初共演、オーラがヤバすぎる。などなど活況を呈し、写真は一気に拡散。大きな話題を集めた。カード3連戦は本拠地フィリーズが2連勝を飾り、 ドジャースはなんとか3戦目で意地を見せたいところ、日本人初となるメジャー通算200号に王手をかけている大谷に、一発は飛び出すのだろうか。